タクト君、あなた人妻女子高生ってどう思う？イケてます。イケてる？どんな風に？いや、どんな風にって。私の夫はね、レオン渡辺っていうの、ご存知ない？ほら、あのグラントネイル財団の総帥。年は今年で65歳なの。あの人、パリから外に出ない生活だから、私たちこうして別々に暮らしてるわけ。これがどういうことかわかるかしら？まだ新妻の私が毎晩一人きりのベッドで何を考えてるか、タクト君にはわかる？渡辺さん、授業中は静かに。